こんにちは、えのき商店です。今日はキルケラン8年ポートカスクマチュアードをご紹介したいと思います。こちらはですね、ミッチェルズグレンガイル蒸留所のシングルモルトウイスキーとなっております。スプリングバンク蒸留所と姉妹蒸留所になっておりまして、1年にね、1回3ヶ月間ほどスプリングバンクの職人さんによって作られているモルトとなっております。で、こちらの商品がですね、のポートワインダルで8年熟成したものとなっております。なんかね、ポートワインダルで全ての期間熟成したのは珍しいとのことでございます。はい、ではテイスティングノートいきましょう。テイスティングノートがですね、香りがポートワインダル由来のレッドカラント、塩の効いた生ハム、ほんのり土っぽさが感じられます。味わいはダークフルーツ、チェリー、ガトーショコラの厚みのある味が広がります。香りで感じた土のニュアンスがフィニッシュまで続き、ペッパーが全体を引き締めますということです。結構ね、ポートワインダル使ってるのもあって、色が濃いめでね、すごく美味しそうな仕上がりになっております。ぜひね、キルケラン飲んでみていただければなと思います。ということで、今回はキルケラン8年ポートカスクのご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。